岐阜県飛騨市河合では1時間雨量が最大で34ミリ、郡上市昼間で 45.5 ミリと、今日の東海地方は各地で激しい雨を観測しました。この雨で飛騨市では幅4メートル、長さ3メートルにわたって土砂崩れが発生。飛騨市役所によりますと、この土砂崩れによるけが人はいないということです。東海地方は明日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴い、1時間に30ミリ前後の激しい雨の降るところがある見込みです。